皆さんこんにちは、2センチです。ドッキリ神回避3、続きから遊んでいこうと思います。今回で最終回ですね。じゃあまあ早速25番から遊んでいこうかな。草回避。何草回避って笑うなってこと。草むしりをするのか。ん、なんか暑そうだな。なんか靴下脱げば。靴下、あれ、抜いても抜いても生えてくる。マジか。あ、ワンコが。待って、水あげないと。待って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 。あ、これで草刈りするか。一発。うん、すぐこれで勝っちゃう。待って、これエイリアン来んじゃないエイリアン来るよね。UFO 来るよ。草刈り機ごと持ってかれた。これあれだよね。なんだっけ、なんだっけ、あ、なんだっけ、ちょ、気になりすぎて調べちゃった。ミステリーサークルね。ミステリーサークル。ん？ここなんかあるだろう、絶対。他には何もないのか？ここ草刈る。あ！あ！飲み物あるじゃん！ワンコワンコ！ごめんね、ぼっくんよりワンコが先だわ。あ、おにぎり。あ、おにぎり食べな。よしよしよし。で、その元気、はつら、はくら、はつ、噛みすぎ。元気、はつらつっていう感じで草を抜けばいいんじゃないの。あ、ぼっくん、なんか草生えんの早すぎでしょ。なんで草そんな生えるの早いの。じゃあ、あ、ワンコにおにぎりってあげれるのか。どうなんだろう。ワンコにおにぎり、あ、食べるやだやだった、ごめんねごめんね。じゃあぼっくん水飲みな。うん、よしよし、一息ついたかな。え、まだまだ飲めるよ、まだ飲みなこれ何回も飲ませられるのか。なんか気になんないそれ。何回もやればさとかないか。さすがにワンちゃん、ワンちゃんに水あげる、なんかさ他にありそうじゃない。あ、おにぎりも食べる。あ、食べた食べた。あ、あ、なになになに、なんか持ってきてくれる除草剤。あ、あ、牛さん食べてワンコ呼んできてくれたの。牛さん、牛さん全員同じ模様なんだけど、ちょっと気になったなそれだけ。やったー、助かった。生える間もなく食べられちゃってるでもなんであんなに生えるの早かったんだ。よかった、ワンコ確かに水分不足なのにおにぎりあげたらね、のど詰まりしちゃうもんね。よし、まあこれは全部回避したんじゃないか。ここで26続けて、5年1組なんだ。限界回避。バケツ、何これ、悪いことしたの。でもこれもう昭和のやり方だよね。理科室、あ、開けれない、鍵がどっかにあるってことか。お、あ、バケツ、バケツ軽いのにしたら、あ、かわいそう、待ってそういうつもりじゃ。あ、よしよしよし、あ、あ、先生やばいえ、嘘なんでだよ、やだな、あの女先生。あの女教師、やだな。一個ぐらいだったらよくない?待って、待って。一個でもダメ?持ってるよ。よし。よし。オッケー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 。よし。こっち持ちな。こっち。よし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 。いいんじゃない?いいでしょう。よし。あとは?あれ?ほうきは取れないのか。あ、ごめんね。頭に置くつもりは。どうすればいいんだよ、鍵どこにあんだ。ぼっくん、あぶねあぶねあぶね。あ、鍵あった、鍵あった、先生、先生鍵もらうね。ん、なんだ、水空のとこに水入れて。ごめんごめんごめん、ぼっくんちょっと我慢してて。水汲むわ。え、水を汲んでどうすんだ。でもですよねですよね。え、でもあの理科室なんか関係あると思うんだけどな。何を回避すんだ、限界回避。どっちも空にすればいいってこと。あぶねあぶねあぶね。鍵もらって、他になんかもらえない。おい、身ぐるみハゲ。ちょっと待って、一回抜いて、あ、ごめんねごめん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 、すまんすまんすまん、ちょっと持ってて。あ、水捨てれるんじゃない。あ、ごめん、タップしたら落とすんだ。あ、そう、やってなかった。あー、気づけてよかったごめんよ。さっきの先生をまず呼びます。はい、持って、で、鍵ください。
メガネも取れよ。メガネ取ったら意外と可愛い顔してるんじゃないか。どうなんだ。あっ、で水バケツをもらって、バケツ持ってて。よし、これさ、この殻捨てるんじゃないかな、水を。ほら来た来た来た。下大丈夫か、つなげてないけど大丈夫、つなげてないけど大丈夫なのかこれ。でこっちもらうね。よしよしよし、完璧じゃないこれ。あ、そうなんだ。頭にも乗っけなきゃいけないのかと思った。てか僕何したんだよ、何したらこんな怒られんの尋常じゃないぐらい怒ってるよね。よし、あ、そっか、ゾンビまだあるんだっけ。ゾンビ回避3やるか。27やってからカード確認しようか。多分埋まってると思うんだよね。うん、マラカさんね。またん、なんだこれ、手じゃない何かがあるね、右下。なんかスコップみたいな。あ、スコップで土作んなきゃいけないんじゃないのこれ。なんか早くない、歩いてくんの。あっぶね、マラカス取りに行くか。ちょっと待って、あお、なんか勝手に埋まってくれた、勝手に埋まってくれた。ちょっと待って、マラカス取りたい。おい、マラカス取りたいんだが、ちょっと待って待って待って、むずくね。ちょっと待って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 、そっち行くの。え、待って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 、あっぶね、あぶね、あぶね、あぶね。マラカス取ります。マラカス、よし、マラカス持てる君。やっぱこ、ん、こっちに持たせていいのか。よしよし、あのスコップで土を、土、床を掘るんだ。床を掘ってまたあのゾンビが埋まる用のあれを作ってあげなきゃいけないんだ。あれでもちょっと待って、これ積んでんじゃないか、積んでねえかこれ。ちょっと待って、ゾンビが早すぎる。あ、これ積んでるな多分。ぴったりくっついてくるから積んでるわ。ちょっと紫ゾンビになります。これ多分新しいカード、今までなんか緑のゾンビだったから、やっぱりやばい、難しすぎるまずこれで2匹やっちゃって、これで1匹やる。で、あのスコップがさ、どうやって使えるのかがちょっとわかんないんだよな。ちょっと待って待って待って、これでもうぴったり行かせるしかない。これしか方法がないんだよね、マラカスを取る。いや他にあるかもしれんけど。でマラカスここで使います。うん、であのスコップのとこまでちょっと行ってみようと思う。どういう使い方をするのか見たいよね、スコップが。あれ多分スコップで確定だと思うんだよね。だからちょっとあそこまで行って、もうこれ積んでるんだけどね、ここまで行ってる時点で。さあどうなる。これ取ってみる。あ、これここに使うんじゃない。来た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 、なんだでもこっからどうやって出るんだ、こっから出れるぼっくんあー難しかった。あーよかった、クリアした。じゃあカード図鑑見ましょうか。全部埋まってますように。どうですか、頼む頼む。お、あ、ゾンビ、ゾンビあと1枚ある。何してないっけ、何してないっけ。金だからちょっと難しいんじゃないの。ちょっと待って、ちょっと思ったんだけど、ちょっとさ思ったのがあって、さっきのスコップを違う場所で使うとか、あ、スコップを自分に使うとか、ありそう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 、それだ絶対それ。じゃあちょっと待って、よし、皆さんお待たせいたしましたこれでスコップを取って、これ使えるんじゃないか。いくよ、やっぱ来た来たこれお願い、カードカードくる。どうだどうだどうだ、よし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 、やったー、これでね完璧だと思うので。28番やるか。叫び回避、逮捕回避じゃないのか。てかもう初めから警官の格好してるから警備員か。これ何、なんかぐるぐる行く。これで光浴びせるとどうなんの。あー怖い驚きすぎ。そっか、あれか、逆さにすると違う絵になるってやつか。これで進んでみる。さあどうなる。あ、笑顔だ、にっこりしてる。うん、全然怖くない、全然怖くないよぼっくん。ではその黄色のスリッパあってなさすぎでしょ。あ、なんかジュース取れた、なんだこれ、ここにジュース入れれるとか、なんだこれ、なんか絵取れた。あ、出口だ、なんだなんだなんだ、ここに猫の、え、
なんかいる。あ、ネズミいたんだ。すごいいいことに気づいちゃった。ジュースこぼれたりしない？あ、まさか、ケンタウロス。ケンタウロスいるだろう、どっかに。あれ？あれ？もう取れない。じゃあこのまま進んでみる？まさか一発合格か？なんもいないね。そっか、ケンタウロスが出てくるっていうエンドと、ネズミが出てくるエンドがあるっぽいですね。僕よかったね。あ、え、何これ、真実の口みたいなやつか。え、え、あ、何さっきの、あ、すごい、これさっきのストローとつながってんだ。ほら、ここ、この右上の絵のストローと、このここの絵の右側がストローになっててつながってたんだ。これ多分これ食わせれば満足満足って顔してる。かわいい。手を入れようとするな。あ、警備しろ。よかったね、ぼっくん。よし、一発で、一発ではなかったけど成功してしまったか。ここで進むをやりましょうか、普通に。さあ、どうなる？あ、ただのネズミだけど、でもこの目だけ光ってんの怖いわ、確かに。これで猫の絵をここにやって、ネズミさんをね、あー怖いって逃げてもらいます。でここで進む。で、何もいないから大丈夫だ。あ、絵がない。あ、絵がないのびっくりしちゃうんだ。あ、そうなんだ。まあまあまあ、新しいカード手に入れたけどびっくりしちゃうのか、絵ないと。で、ネズミさん、じゃねー。で、絵を戻します、ここに。うん。で、これで進むをやればいいかな。じゃん、どうだ。うん、絵2枚ともあるし大丈夫だね。よしよし、じゃあ次行くかで、真実の口に手を突っ込む。まあ、ここは普通に進むやるか。じゃん手入れてみよう。あ、もぐ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 あー、シャンクス腕が。よし、クリアしました。じゃあちょっとカード見てみるか。叫び回避結構集めた感じするけどね。どうかな。じゃん、あ、全部埋まってる、綺麗に。すっごい順調なんですけど。じゃあ29番、お使い費、馬、お使いとお使い費、回避がかけてるな。もう早いな、あと3つしかないのか、ステージ。なんかあっという間だねいつも思うんだけどさ。あ、弟くん、オール100円、チップス。え、100円ならいいじゃん。ダメ、え、えら、ちょっと待って、惚れそうになっちゃった今。あ、千円札あんじゃん。はい、千円。あ、先にお買い物しようか玉ねぎまだ、あ、トマト、あ、トマトあるよ。ちょっともう最初はね、まともに買い物しようかな。ん、待って、これなんか割りたいんだけど、中になんか入ってんな。あ、これで割るんじゃない。うわ、絶対これで割ると思ったのに、天才かと思っちゃったわ。肉、あれ、この肉か、なんかちょっと肉違くない？あ、あった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 。天才すぎる。次、卵ね。卵。あ、待って、これ崩れるぞ。崩れるぞ。だから、戻して、肉も戻して、これで、取んなきゃいけないと思う。よし。あ、え、嘘？なんで？どうやって取んの？卵。回避失敗しちゃった。卵をどうするかだな。卵を1パック取ってさ、どっかに置く場所ないのかな。あー、違うよね、そうだよね。で、分かってんだけど、卵を置く場所ないか。このさ、セールってここにもやれるよね。あ、卵なくなってる。ナイス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 。あのおばちゃんたち知ってる、私。あ、まあ、だ、先に玉ねぎね。卵のことしか考えてなかった。で、トマト取って、で、次、肉ね。ここにあるひき肉、鶏ひき肉かな。で、卵も入れて、あ、レジ？オッケーオッケー、お会計しましょうか。ここだね。お金あるよ。千円札あるからね。僕作った。あ、こら！こら！え、これ万引き扱いされない？あ、そっか、1100円だから1000円しかないから。あーい、弟くん。いや、でもそのチップスやめますって言えばいいのに弟くん。よし、
このここに入ってるのが気になるんだよね、すごく。だから、まあ、ちょっと一回セール。あ、爪楊枝もらっていい？爪楊枝。あ、来た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 。これ食べて。うん。よし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 。やった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 。そういうことか。ラッキー。え ?1100 円。あ、びっくりした。1100円落ちたのかと思っちゃった。何？なんで風船の中に100円入ってんだ？謎すぎますが、いいでしょう。弟くんのチップスも買ってあげられる。100円もまあラッキーということでもらっておきましょう。ありがたくね。で、ひき肉。ここにあるよ。オッケー。卵もやって。これさ、関係ない肉とかあげれば。いやいやって。え、これわざわざ、これ1枚1枚カードあるとかないよね。さすがにそこないよな、さすがに。じゃあ、レジします。会計しましょう。こっそり、こっそりスナック入れんのかわいいな。1100円です。はい、あります。あー、よかったよかった。ぼっくん、ぼっくんじゃない、弟くん。あ、かわいい。いいじゃん。え、こっそりスナック買ってあげるのいいな。よし、無事に回避。でも、お使い費ちょっとまだありそうだから、一回カード見とくか。まだありそうな気がする。結構回収したとも思うんだけど。うわ、めちゃくちゃあるじゃん。わあ、33、133番もある。オッケー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 。いや、絶対まだあると思ったよ。あと何？なんだろう。なんかこのピーマンを入れるとか。ダメダメ。そっか、チップスもダメダメ。このダメダメでいちいち、いちいちなんかイントネーションおかしかった。あれ、カードあるわけないしな。おばちゃん、肉ちょうだい。お肉うま。あ、お肉弟くんが食べるっていうエンドあるかな。お肉もう一つちょうだい。カニは？あ、カニつつくエンド。カニつついてる。そっか、これ、そういえば、あれだ、魚介類に全然触れてなかったな。ドリアも関係あると思うんだけどな。どう、ドリアン。あ臭い。ドリアン臭い。いや、ドリアン絶対関係あると思った。だってあのラインナップでドリアン置くことある？あとは、この、ぬるぬるして、つかめないよっていうエンド。やっぱり。あとなんだろう。弟くんが関係してくるかな、あとは。関係ありそうだよね。あ、何？え？タップしたら乗ったんだけど。え？これさ、お菓子取らないんじゃないか。待って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 。来た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 。ちょっと待って、普通に取っていきます。よし、来た。来た来た。あ、あ、あ、僕乗って。僕乗って。よし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 。行こう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 。これ逃げんなよ、僕。僕くんと弟くん、たまに間違えちゃう。弟くん、逃げないでね。よし、行こう行こう行こう。お菓子を買わないで。あ、これも回避か、じゃあ。あー、でもまあ、お菓子買ってあげるエンドがなんか一番ホッとしたよね。ほくほくエンドだった。やった、これ金じゃん。やったー、無事に回避。で、結構シール埋まった気がするな。今なんか魚つついたので結構もらったような気がするけど。埋まってる埋まってる。うなぎエンドレス。新鮮すぎる魚さ。確かに、全然閉めてないじゃん。じゃあ、続きあるかな。まだカードあるかもしれないけど、30番やろうと思います。かくれんぼ回避。楽しそう。なんか最後につれてどんどんステージ面白くなんだよな。あ、弟くんと、このメガネくんと、この悪ガキを探せばいいのね。あ、メガネくんいる。ね、そんなことある？なんかバナナゲットしてんだけど、バナナ食べるか、とりあえず。うん。あ、バナナの皮、ここに置いとけばいいんじゃない？来た！メガネくん転ぶじゃん、これで。やったー！ニッケー。え、アイテムとしてゲットすんな。あ、ここに座る？座んないのかい。あとに餌やってんな。あ、危ない！あ、おじいちゃんごめん。あ、また戻ってきた。おじさんごめんね。うん、鳩に餌やることしかなんか楽しみがなさそうだった。他に、なんかおじさんもかくれんぼ参加する？うん。それいいと思うけどな。じゃあまずメガネくんはゲットしとくか。ゲットっていう方もちょっと嫌だけど。みっけ。で、アイテムとして。なんかアイテムとしてゲットするの嫌だけど。あ、いる？いないか。いるわけないでしょ。かわいいな。おじさん、チラッとこっち見んな。これ座る？おじさん、チラッとこっち見た。じゃあ、右行きましょうか。すごい回転してんな。これ、
危ない危ない、弟くんか。そう、弟くんすっごいキュート笑っちゃうわ。弟くん本当にスーパーボーイだな。あ、これ一回乗っとくか。あ、なんだ、誰かいる。あ、あの子、あの子だと思ったんだけど、あれいないのか。あ、カラスにバナナの皮あげるとか、違うか。あ、あ、間違った。あ、え間違った。普通にボックンの頭に乗せちゃった。でも今のカード手に入ったのかな、どうなんだ、わかんない。たまたまが生んだ奇跡。あと何をすればいいんだ、ちょっと乗って考えるか。あ、なんかガラって。何このガラって音。鈴、あ、あ、もう鳴らなくなった。鈴、お、ちょっとこれ乗って、え、嘘、スピード遅くなってる。あ、待って、弟くんじゃなくて弟くんだと思ったらあの子か。悪ガキ。これここだと思うな。よし、あ、おじさん金鳴っちゃったよ、まさか。あ、あ、いた、気づかなかった。弟くん見っけ。おじさん帰っちゃったな。じゃあぼっくん手に入れて、これじゃない、弟くんを乗せてさらに遅くなるから、えいこれいいんじゃない、止まるんじゃない。あ、止まった。なんだ、弟くんがすごい回転で回ってんのかと思ったら違ったわ。これどうだろう、埋まったか。じゃん、あ、138。あー、何をすればいいんだ、138。ちょっと待って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 。じゃあ、メガネくんをゲットして、あ、わかったわかった。違うか。メガネくんをゲットして、メガネくんをここに乗せます。うん。で、ここでタップ。どう？あ、止まるんだ、これでも。止まんなかった、止まんなかった、これダメかな、カード。止まるかと思ったのに。いや、来た来た来た、嘘、やった。全部埋まりました。全部埋まった、全部埋まった。ちょっともう最後にもう一回一応確認して、よし、全部埋まってる。最後にね、カードはゆっくり見たいと思います。来たな、スコアチャレンジだろこれ、どうせ分かってんだよ、いつも最後これスコアチャレンジ。来たー、なんだこのハート、ん、どういう感じのゲームだ。ぶつからないで最後まで走り切ろう、オッケー。この文章も危ないからね。あっ、ぶねあぶねあぶねあぶね、神回避で、なんかでかくね？あぶね。このハートがぶつかんなければ大丈夫だと思うんだよね、ぼっくんは。結構、ぶつかっても。で、あえてギリギリを。あ、ダメ？おっとっとっと。あっぶね、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 あぶね。神回避来た！このヘビ怖いね。大丈夫か？大丈夫か？よしよしよし。動くね。動くね。あっぶね。いいよ。ナイスナイスナイス。来てる来てる、ギリギリちょっとぶつかってさ、神回避を狙ってきたよね。待って、ここさどうかな。うー、あ、ダメ。ナイス、神回避45ポイントゲットしました。オッケーです。大将ずっと背中向けてんな、大将。あぶね、こっちお願い。いけるか、右頼む頼む頼む、頼む、いけ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 、ナイス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 。なんか黒の羊は怖い。なんか突然走りそうで怖いんで、こっち行きます。あ、そんなことなかった。あ、3って何？ 3 って何？あっぶね。3ってどっかで出てきたっけ？あっぶね。小玉でしょうか？小玉危な。小玉105点。小玉105点。あ、待って。マンボ？マンボ？ムーマンボ、マンボ、マンボ。ナイス、ナイス。あっぶね。あ、亀。浦島太郎の亀。にって何？あぶね、この相手大丈夫？あぶねあぶね。鳩のおじさん、鳩のおじさんちょっと好きだったな。この先生な、嫌いになれない。でも、あ、1エンド、よし、弟くんにかすって終わりにするか。弟くんにかすって、あぶねあぶね。ちょっとさ、さっきから高得点を狙いすぎてな、もう何回ぐらい、何回も死んでんだよ。7回死んでる、7回。だからこれでもう本当におしまいする。でもさ、ちょっと高得点狙いたくなっちゃうんだよ、わかる。ここはさ、私も結構得意になったから大丈夫。ここはこう、うん、かすっていく。で、ここレスラーもちょっと無理か。あー、無理だった。
あーちょっと取りたかった。よし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 、ちょっとこすってけ。よしよし、ちょっとこすってけ。ちょっとでいいんだ、ちょっとでいいんだ。でこの黄金兜にもちょっとこすったいな。よしよし、ナイスナイスナイス。ポイント取ってこ、ポイント取ってこ。ナイス、うまい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 。無理せずな、無理。うん、ゾンビは無理だった。うん、大将大将大将、わさびわさびいっぱい入れてく大将。よしよしよし、オッケー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 。子供いける。よしよしよし、ナイス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 。でこのヤギは危ない、ヤギ危ない。ワンちゃんワンちゃんワンちゃんいけるか。ワンちゃんワンちゃんいける。よし、ナイス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 。ダメか、いける。ちょっとこすれた、ちょっとこすれた。よし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 、ナイスナイス。ぼっくんは、ぼっくんちょっとこする、ぼっくんにちょっとこする。でマンボウちょっと狙っていくか。マンボウ、うーマンボウ無理だった。犬は、犬じゃない、鬼、犬と鬼間違えんな。浦島は、よし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 。あー無理だった、バイキン無理だった。じゃあおじさんは、よしよしよし。ちょっと待って、ポイントすごい、ポイントすごい。ここで死にたくないね。先生先生、よし。で弟くんにぶつかって終わりたいけどやめとく。うん、2000いったからごめん、ビビっちゃった。うん、これエンド。よし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 。2000はさすがにすごくない？ちょっとみんなやって、お願い、本当にみんなやってみてほしい。2000はすごいぞ。いやもうもっとすごい人はもっといくんだろうけど、いやすごすぎる2000。はい、ということで無事にね神回避することができました。めっちゃこのスコアお気に入りだわ。え、3000狙いたいけど3000はちょっと厳しいかも。なんか回かコツつかめばやれると思う。まあなんか1000いけばいいなって思ってたから嬉しい、2000いって。ということで無事にクリアすることができました。めっちゃ面白かった、最後まで面白かったね。やっぱね最後のステージの方が個人的にエンドってかこのカードも多いし結構好きだったりするんだよね。今夜はハンバーグ、あーそうなんだ、そうか、ひき肉買ってたもんね。ちゃっかりお菓子、かわいい試食。これカラス、隠れカラス。これはぶっ飛ぶ、ぶっ飛び遠心力、これすごかったもんね。ゆっくり遠心力、ミッケ、バナナかぶり、一応チェック、絶対いるわけないもんね。逆襲、一人シーソー、そんな寂しいことある？あとは、あ、この、これ異常なし、確かに異常なかったね。光る目、怖い顔、怖かったね。二度見、ないもんね、なかったもん。最後のゾンビ、あ、これは？あ、そっか、新鮮すぎる魚、見たな。あ、これは草し、ドリアン臭い。草しすぎる果物とかかと思った。カメ兄さん。あー、そっか。ここ、あ、今回カードそんなに多くないのか。カメ兄さん前回やったもんね。これは自然への回帰。冷たいお茶。牛ランチ、びっくりした。なんか牛食べんのかと思った。牛ランチってそっちね。水浸し。限界を超えちゃった。職員職員。なんでさ、ちょっと休んだだけでね。今時バケツ持つなんて昭和だよ。僕ゾンビ、かっこ青。僕ゾンビカードまだあるもんね。いやーめっちゃ面白かったな、今回も。ということで、こちらのゲームはですね、4まで出てるので、次回、またちょっと期間は空いちゃうんですけどね、4遊んでいきたいと思います。じゃあ今日はここまでで終わりにしましょう。よかったらね、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。さよなら、グッバイ、じゃあね。